はい、どうも、ヤスさん TV のヤスです。今日もね、ゲストに来ていただきまして。皆さん、はじめましてじゃないか。ほぼはじめましてですけど、顔出すのはじめましてですね。そうですね。名前、佐藤と申します。年が27歳、イギリスに、今住んでいて、2年間、イギリスにはとりあえずいる予定です。うん、一緒のビザでね。そうです、そうですね。YMS に来て、はい。その顔出し、今回初めてなんですけど、僕がね、この前あげたブリヂストンのシネマティックなロンドンを映すみたいな動画を、の撮影者がこの佐藤くんなんですよ。撮影編集ですね。撮影編集。はい、今日はちょこっと自己紹介してもらった後に、どうしてね、会社退職してまで、イギリスに来たのか、飛び出したのかっていう話をね、ちょっとね、語ってもらえればと思うんですよ。やっぱりこれ聞いてる人の中にも、やっぱり迷ってる人もいると思うんですよね。で、そういう人たちのために、僕はこうやって飛び出したんだよ、みたいなことをね、話してもらえればいいと思うんで、まずちょっとだけ自己紹介ですよね。出身が北海道。北海道、札幌ですね。札幌で行って、はい、で、そっから大学行って、日本の大学ですね。まあ、普通の大学です。はい。普通の大学行って、就職したと。就職しました、はい。結構いいとこ入ったんですか？まあ、名前言ったら分かるぐらいの。名前言ったら分かるぐらい。名前言ったら分かるぐらいの会社です。はぁ、すごいな、うん。で、そっから22から働いて、うん、今27でしょ ?7 で。はい、7です。で、海外決めたのが27ちょっと前ぐらいか。まあ、厳密に言うと、大学卒業して、うん、もう就職した頃に行きたいなと思ってましたね。もうその時でも行くって決めてたと、はい。はい。で、まあ、結構名の売れた会社で、4年ぐらい働いてたわけじゃないですか。そうです。丸3年。丸3年。丸3年働いてます。で、どのタイミングで、よし行こうと思ったんですか？何がやっぱその一番大きいきっかけだったんですかね？まあ、元々一番きっかけが、うん、卒業旅行大学の卒業旅行で海外に行って、あ、まあ、大学ずっと僕、大学サッカー部でずっとサッカーやってて、うん、まあ、授業そっちのけでサッカーみたいな、なるほどね、やってて外の世界って全然見てなくて、うん、でいざなんか思い出作りで海外行ったら、うん、まあ、こんな世界あんだみたいな、なるほど、ね、自分めっちゃ雑っこいなみたいななんか年下に英語でめっちゃ喋られて何も答えられないしみたいな、なるほど、ね、めっちゃ雑魚いなと思っちゃって、うんうん、それで、あとやっぱり海外行ったらいろんな人いて、まあ、働き方とか、まあ、生き方とかいろんな生き方あんだみたいな、うんうん、すげえ面白いなと思ったのがまずきっかけです。今までずっとアスリートとしてスポーツってやってきたけど、うんうん、もっと広い世界があるんだっていうのを気づけた、ね、はい、そこで初めて、うんうん、今までサッカーしかやってなかったんだろうと思って、ちょっと、はい、びっくりしたっていう。びっくりした、はい、もうその就職しながらもずっとそういう感じだった、もう海外にいつか行くぞと。就職してからもずっと長期休暇とか、うん、まあ、3連休とか使って海外旅行とか結構行ってて、うんうん、まあ、そのためにやっぱり、海外いいなと思って、うん、まあ、いつか行ってみたいなっていう気持ちがずっとありました。でもやっぱりそのね、もういい会社で給料も良くて安定してるっていうその状、ね、会社で働いてる就職してる状況と、うん、よし海外に出ようっていうってこうやっぱり天秤にかけられると思うんですよね、うんうん、あ、今海外に出たいな、でも海外に出てしまったらこの今俺働いてるところもっと頑張ればもっとお給料もらえるし、もしかするともっとなんかいろんな人つながれるしみたいなあるじゃないですか。でやっぱり今30歳になるまでに YMS っていうそのワーホリビザで海外に行こうと、それを捨ててまで海外に行こうと思ったきっかけは何なんですか？何を決断させた理由なんですかね？まずやっぱり会社の例えばですけど、まあ、先輩とか、うん、まあ、30歳40歳50歳の、うん、まあ、先輩で自分の姿じゃないですか、将来的な。なるほどね。って見た時に、うん、まあ、別にそれを全否定するわけじゃないんですけど、うん、なんか別に憧れないなと思って。なるほどね。別にいい会社で働いて、まあ、頑張ってどんどん給料上がってって、でもなんか限界あるじゃないですか、会社員って。別に会社員全否定するわけじゃないですけど、うん、ってなった時にあんまり憧れないなと思って、うん、で、あとやっぱり今って例えば昔だったら分かんないですけど、2年間例えば海外来て日本戻ったら仕事ないなんてこと多分ないじゃないですか、今の時代。もしまあその職によると思うけども、まあまあまあ、でも今人手不足って言われる業界多いからサービスはだし、例えば英語ができない2年間を過ごすか、うん、2年間こっち来てもまた働いて、うん、経験積んで英語できるなんて日本帰るか分からないですけど、うん、だったらそっちの方が自分は魅力的だなと思って。なるほどね。その海外に出るときはその佐藤君自身はリスクだと思ってなくて、逆にもうメリットしかないっていう。そうですね、はい、あんまりリスクとかは考えなかったですね、僕の場合は、うん、まあ、でも分かります、やっぱりその辞めるっていうのはやっぱりせっかく大きい会社入って、うん、で3たが3年で辞めて、まあ、いろんな人にお世話になっているのを辞めるっていうのは、まあ、確かにそうよ、ね、まあ、リスクあると思いますけど、会社の人のために働いてるわけじゃないんで僕は、うん、自分のために働いてるんで、うん、なんで僕あんまり気にしなかったですね。気にしなかった、はい、
じゃあ、質問したいんですけど、はい、正直周りから結構言われたっしょ、なんか、お前もうやめんなよみたいな、友達も、お前、なんでみたいな。あ、なんで、僕、あんまり言わなかったですよ、周りの、そういう、なんていうんですか、あんまり本当に信頼できる友達しか言わないで、うんうん、なっていう、例えば、やめなよとか、リスクあるじゃんとか、そういう声を聞きたくなかったんで、うん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 、意識を固くしたかったんで、言わなかったですね、あんまり。あえてそれも戦略かもしれんよね。そうですね、やっぱりそういう、例えば同い年だったらもう結婚したり、うん、子供できたりっていう人も増えてきて、うん、そういう人たちの声聞くと自分の判断鈍るんじゃないかなと思って、うん、だからこっち来てなんか初めて、あ、今海外いるのみたいな人もいました。だからあ、でもお前らしいなみたいな感じになりましたけどね。なるほど、お前は、あ、いい友達やね、うん、いい友達だと思う。だから結局僕らの周り海外行ってる人もほとんど少ないから。あ、そうなんです。言ってしまうとね、やっぱり多分海外行ってない人とか、ああ、仕事辞めてない人から言われてもその人って経験してないじゃないですか、こっちの世界は。なんで参考にならないっていうか、例えば退職してない人に退職はリスクあるぞって言われても分かんないじゃないですか、退職してないんですかその人は。なるほどね、そういう感じですロンドンイギリスに来たと、うんうん、でもなんだかんだ言って仕事探さないといけないじゃないですか。そうですね、はい、で仕事を探しをどうやってしたのかっていう話をちょっとここでしてもらいたいなと思いまして、まあ、こっちにもやっぱり日系の企業たくさんあるんで、うんうん、まあ、日系のエージェントさんもいらっしゃいますし、うんうん、まあ、それたち頼ったのと、あとは、まあ、やっぱりビジネス SNS みたいなのあるんで、うんうん、まあ、そこ経由で自分で片っ端から応募したりっていうふうに僕はしました、うん、ビジネス SNS っていうのはなんていうんですか、リンクでそういうのとか、あと、なんていうんですか、イギリス版のリクルートみたいなとかあるんで、あ、まあ、そういうの登録したり。それも登録して。でも登録したはしたでいいけど、結局日系以外も受けたことあるんですか？受けました、はい、僕は。計何個受けたんです？受けたっていうか、まあ、応募したのは結構片っ端からしたんですけど、面接に進んだのは4社とかですかね。4社ぐらい。はい、で、そのうちの日系が？日系が2、英系2でした。それ英語系が2。はい、は、全部面接行ったと。面接行きました、はい。日系は日本語なの？どっちもでしたね。どっちもだよ。二次面接とかあったら、一次は日本語で二次英語みたいな。あ、結局どっかで英語話さなくちゃいけないタイミングがある。日本語だけの時もありましたけど、そうですね、英語は使いました、結局。あ、はい、練習したら？多分聞かれることって、うんうん、日本と一緒じゃないですか、でも。うんうんうん、例えば、前職は何して、どんなことしたとか、うん、自分の強みは何だとか、うんうん、あとは弱みとか、うんうん、あと、今までの一番の成果とか、うんうん、あと仕事で大事にしてることはとか、うんうん、まあ、日本で聞かれるのと一緒ですよ。それを一回英語に実際に訳してみた。訳、自分の字にして、で僕はもう自信なかったネイティブの人に添削してもらって、あ、でそれをもうひたすら覚えるって作業しましたね。あ、マジか、はい、で覚えるとなんていうの、最初はただ覚えてるだけなんですけど、なんか だんだんもう自分の言葉になるんですよその最初はただ暗記してるだけなんですけど、もうスラスラ言えるようになってってなってくると、あと例えば用意してない質問とかもたまに来るんです。例えば、うん、上司と対立した時はどうするかとかそんなのもなんかこういう作業してるとなんか自分の言葉に出てくるようになるんですよ、自然と。なるほどね、まあ、これちょっとうまく説明できないですけど、なんで例えばもう僕がお勧めするのは、英語で聞かれそうなことを多分日本語でピックアップして、うんうん、それを英語に自分の答えを用意して、うん、ひたすら覚えるっていう。ひたすら覚えるちょっとアナログですけど、これが多分一番近道かな。一番ちょっとね、地道っぽく聞かれるけど、うん、なんだかんだやっぱりそういう地道なことやらんと。で、やっぱりその、なんていうんですか、向こうも、やっぱり日本人なんで、ネイティブのレベル求めてないです、英語。なるほどね。やっぱり理解をしてくれます、その、うんうん、聞こうとしてくれますし。あの面接官もなるし、その別に間違った英語を使っててもそんなの完璧じゃないなんて人一人もいないですし、うんうん、なんで自信持っていいと思いますね、そこは。そうだね、うん、逆にいい機会やと思うべきよね。そうですね、それやったら絶対英語伸びるし。伸びますね。で結局面接行ったら日本人ネイティブじゃないよっていうだけで相手も気遣ってくれるっていうか。そうです、ね、理解しようと頑張ってくれるし、してくれます、かなり。そうですね、やっぱ圧迫面接なんてなかったですよ、日本であるようなやっぱり日本人なんでその外国人に対しての扱いというか、扱いがうまいっていうなかったですね、そういうの。いや、これ結構ためになるんじゃないかなって思うんですよね、うん、夢のこれからワーホリで来る人。そうですね、今言う人もそうですけど、多分英語ができないからって、うん、その英系企業諦めてる人って結構いると思うんですよ。で、取ったやんね、1個取りましたね、実際英系の会社取りました。はい、すごいな。だからめっちゃ頑張りました、英語暗記して。何ヶ月ぐらいやったんちなみに。それ来てからやろ。それ来てからですけど、僕がちょっと語学学校行って、朝着に行ったよね。で、まあ、基礎の基礎だけ固めて、うん、で何ヶ月だったの
就職活動自体1ヶ月くらいですかね、全部1ヶ月くらいで、4社面接通って2社目内定もらって、うんうん、です。なるほど、うん、面白いのが、その AK の方行ってないっていう。そうです。結局、給料良かったのにね。給料良かったのに行ってないっていう、ね、行かんかったんですよね、結局。日系の方行ったよね。結局日系吹きましたね。そう、もっと海外とか行ける、なんかそっちの会社の方がなんか結構、まあグローバルにビジネスしてて、うん、出張とかも置いて聞いたんで、まあ、結局僕はそっち行っちゃったんですよ。そっちも行っちゃった感じで。なんですけど、まあでも、全然 AK の会社もその英語全然できなくても、うんうん、まあ行けるって僕が証明したんで。はい、いけますよ。英語レベルどれぐらいの？どれぐらいですかね。全然トイックとかも多分大学時代とか全然もうヘボかったですし、全然多分言えないぐらい、笑われるぐらいの点数だと思います。ちなみに俺がイギリス来る前のトイックの練習点数が、うん、280点。やばいじゃないですか。うん、そうそう、俺英語お前できんだから。それよりさすがに上でしたけど、いや、やったらもう全員いけるよ。マジでそれ自信持っていただいて。そうそうそう、自信持って、いや、うん、ほんまにこれガチで何かに集中して、うん、シネモン狂いだったら伸びる速さ半端ない。トイック280だって引率、大学に卒業できるんですよね、イギリスの。イギリスの大学に卒業しますからね、トイック280点から。僕はもうちょい高いですけど、イギリスの会社就職できました。そう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 。だからもう一個短期集中っていうか、ガーってよし、全部覚えてみようみたいな、うん。そうです。で、イギリスやっぱ2年間じゃないですか、うん、ビザ。なんで、やっぱそのオーストラリアとかカナダとかちょっと僕あんまり分からないですけど、そっちよりやっぱり働けるチャンスって多いのかな、ね、うんうん、で日系企業も多いですし、日系多いね。なのでまあ多分こっち物価高いですけど、仕事はまあそんな比較的、苦労する感じじゃないと思います。頑張れば、人によりますよ。そう、頑張ればな、頑張ればですよ、頑張ればなんですよ。もちろん頑張ればですけど、そこを躊躇してこない人って結構いると思うんですけど。なるほどね、うん、では佐藤くん、まあ、これからどういうことしていきたいか。やっぱイギリス来たんで英語はもっと頑張りたいですし、うんうん、やっぱイギリス来たからにはやっぱヨーロッパいろんな国行けるんで、まあ、旅行行って僕まあ動画撮るの好きなんでビデオも撮りつつ、あとやっぱり、まあ、仕事もそうですけど、やっぱ日本でできないことしたいですね。もちろんそうね。もちろんそうですけどね、カメラ技術もあるし動画編集もできるから、ね、まあ、僕の方とその佐藤さんの佐藤くんの方のチャンネルの方にも、うん、彼自身の動画上げてますけど、はい、ね、ああいうのってやっぱり海外にいるから撮れるし、それをまた日本の方にお届けできるっていうのもね、一つの魅力だと。そうですね、はい、うん、だからもうどん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 動画作っていきましょう、うん、そうですね、はい、5G の時代なんでね、 5G の時代なんでね。これ見てくださった方が楽しんでいただければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただければと思いますし、もちろん佐藤君の方のチャンネルの、登録も、高評価ボタン、こんなんですか、こんな、ね、そんなこんな下にあるんですか。そうそうそう、佐藤君のチャンネルの URL 載せときますので、ありがとうございます、はい、ぜひお届けてもらえたらと思います、はいはい、では今日も最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。最後佐藤君、 See you later で終わるから。そうなの。せーの、 See you later。 はい、せーの、See you later.